はい、南インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。このビデオではです。このビデオは7月30日に行われる、南インドの日本語教師のための勉強会の第3回目の、勉強会のためのビデオになりますね。BNK が、バンガロール日本語教師会が、主催しています。こちらに書いてありますけどね。はい。ですね、このスライドは、ここのビットリースラッシュで、30ジュライ2022、これ今日の日付なので、覚えやすいと思いますけど、これをですね、皆さんの、Chrome とかインターネットブラウザーのアドレスバーに入れると、これをタイプすると、この Google スライドを見ることができます。はい。今日やることはですね、まずは最初に、ポッドキャストって何っていうことを説明して、それから先生のためのポッドキャストを紹介して、それから日本語を勉強している人たちのためのポッドキャストも紹介して、それから実際にですね、リスナーとして登録してみる、聞きたい、ポッドキャストショーに登録する。はい。そして5番目、最後に、自分でこのポッドキャストを作ってみるっていうね、ポッドキャストのショーをね、作ってみるっていうところまで、できればいいなと思っています。はい。じゃあね、まず、すいません、これビデオなんでこれしょうがないんですけど、皆さんこれどれに当たるでしょうかね。 ABCD の中で、 ABCDE の中で、どれに当たるかちょっと考えてみてください。はい。でね、じゃあまず最初に、ポッドキャストとは何かっていうと、要するにインターネットのラジオみたいなもんですね。声を聞くことが中心です。はい。だけどラジオと違うのは、ラジオは、その時間が決まってますよね。その時間を過ぎると聞くことができません。だけどポッドキャストでは、その録音されたオーディオファイルが届くので、なので、いつでも聞くことができるっていうことですね。はい。で、それからこの、第二言語習得ね、第二言語習得ではインプットがとても大切というふうに言われていますから、この、ポッドキャストというのは、とても、いい、そのインプットのリソースになるんじゃないかと思います。はい。でですね、じゃあどういうふうにすればポッドキャストが聞けるかっていうと、私が使っているのはこの Google ポッドキャストっていうサービスですね。はい。それから iPhone とか、それからMac のね、パソコンの、Windows じゃなくて Mac のパソコンを使っている人は、この Apple Podcast も便利だと思います。それから最近はこの Spotify っていうね、これ音楽を聞くのに使っている人も多いと思いますけど、これもですね、ジャンルの中に Podcast っていうのがあって、ここを聞くと、Podcast をたくさん聞くことができます。でも今日はこの Google ね、Google Podcast を中心にご紹介したいと思います。はい。じゃあですね、まずこのね、ポッドキャストっていうのは、実はすごく多様性に満ちている世界なんですね。例えば、このスター・ウォーズっていう言葉で、ポッドキャストを検索してみると、31個もね、アクティブなポッドキャストを見つけることができます。はい。皆さんもですね、ここで一度ビデオを停止して、この Google ポッドキャストでね、自分の好きなキーワードで検索してみてください。はい。例えばアミターブ・バッチャンとかね、何でもいいので、自分の好きなキーワードで検索してみてください。そしたらもう本当にたくさんの、コンテンツがね、出てくるんじゃないかと思います。はい。でね、私のことをちょっとご紹介すると、最初はですね、ムラキャスト、英語ではムラキャストって書いてますけど、それをラジオトークというのでやっていました。はい。で、これはですね、45個のエピソードをここで音声で配信しましたけど、やっぱりですね、実は反応が全然わからないんですよ。で、その何人が聞いたかも、それもこの、ラジオトークではわからないので、ちょっとですね、なんかやる気を 失ってしまって、ラジオトークでやるのは、使うのはやめてしまいました。その後ですね、ツイッターでスペースっていうのが始まりました。これはクラブハウスっていうのに似ていますけど、要するに音声でね、たくさんいろんな人と話すことができる、それがツイッターのスペースっていうものです。だけどこれはもちろん、そのゲストを誰も呼ばないで、
一人で話すこともできますね。そうすると本当にラジオトークでやっていたような、一人で話すタイプのポッドキャストもできます。もちろん2人でも3人でもいいんですけどね、はい。でここはですね、去年の、8月4日に始めて今でもまだ続いています。それとね、この、Twitter の場合はリスナーの方が何人いるか、実際にもう話し始めたらライブで、たくさんのリスナーが来てくれるんですね。でしかも何人の人がそのライブで来てくれて、それから何人の人が録音を聞いてくれたかも分かります。はい。だけどこの、Twitter スペースで問題なのはですね、これ1ヶ月しか録音を保存しておくことができないんですね。1ヶ月過ぎてしまうと全部自動的に削除されてしまいます。全部消えてしまうんですね。なのでちょっとこれはもったいないなというふうに思うようになりました。それでですね、今はこの同じコンテンツをこのアンカーというのも使って、これは今年の6月10日からですね、今年の6月10日からアンカーというものでも、やっています。これはこのツイッターのスペースで話しているときに同時に録音も自分でも録音しておいて、その録音したのをこのアンカーというところに、アップロードしています。はい。で今はまあこの、アンカーでも録音を聞けるようになっているわけですね。これはもちろん1ヶ月で消えてしまうということはありません。はい。じゃあですね、まず先生方向けの、ポッドキャストをいくつかちょっと見ていただきたいんですが、これはですね、もうこれ全部全部リンクになっていますので、全部リンクになっていますので、皆さんで聞いていただければと思います。はい。これ全部英語、基本的に全部英語ですけど、最後のこのゆる言語学ラジオ、これだけは日本語ですね。はい。あとは全部英語の、ポッドキャストです。はい。それから日本語のね、学習者におすすめのポッドキャストはいろいろこういうのがあります。これは主に、初級の、学習者向けのもので、全部英語で、日本語について話している、そういうポッドキャストですね。でももちろんこれ以外にもたくさんあります。はい。次は中級とか日本語学習者の中級とか、あるいはもっと上の上級とかね、そういう人向けの、ポッドキャストもこういうふうにいくつかご紹介しています。はい。これもこのね、このビデオの中ではいちいち説明しませんけど、気に入りそうなものがあったらぜひ、このリンクを開いて皆さんも聞いてみてください。はい。じゃあですね、ここからはリスナーとしてポッドキャストを聞いてみ、ポッドキャストをサブスクライブ登録してみるというのをやってみたいと思いますね。はい。まず最初は、この、Google ポッドキャストというところに行ってください。あ、これね、後でリンク貼っておきます。皆さんがこの動画の後で、見ているときはここにリンクが貼ってあると思いますね。はい。で、このリンクを開いて Google ポッドキャストに行って、もう何でもいいんですよ。好きなキーワードでその、Google ポッドキャストの中を検索してください。でもうこれを押すだけで、すぐに登録することができます。だけど登録する前にちょっと見てほしいのはここのところですね。一番新しいエピソードはどのくらい前のものなのか。これは23時間前ですから、まだかなり新しいですよね。でもこれが1年前とか2年前になっているのは、もう多分、アクティブではないポッドキャストと考えた方がいいです。その場合、まあ別にサブスクライブしても、何も困ることはありません。お金もかかりません。だけど、面白そうでも、もう新しいエピソードは来ないと思った方がいいんじゃないかと思います。はい。じゃあ次はですね、その時にこうしてですね、検索すると、いろんな、ね、エピソードがたくさん出てくるんですね。だけど、今はこのサブスクライブすることが目的なので、エピソードではなくてショー、ポッドキャストショーを、見てほしいと思います。探してほしいと思います。はい。でその場合はここですね。これをね、この画面からずっと下の方に、スクロールしていくとこういう画面になります。はい。でそうすると一番下にこのショーリザルトというふうに書いてありますから、ここをクリックすると、
このあのヒンディームービーに関係する、ポッドキャストショーのリストを見ることができますね。はい、でね、それでたくさん、サブスクリプションをたくさんし、まずしてください。でそうすると最初はね、このエクスプローラーショーズっていうのがあるんですけど、その次の、サブスクリプションっていうところを開いてみてください。そうすると皆さんが登録した、ポッドキャストがたくさんここに出てきます。新しい順番に出てきますね。レイテストエピソードですからね。はい、で、あのね、ここの中で例えばここのね、8分っていうところをクリックしたらもうこれを聞くことができますけど、ですがあの私がおすすめしてとか私がいつも使っているのはこれですね。はい、これをあの押すことです。そうすると、あのこれをたくさん押していくとそれを連続して続けて聞くことができます。はい、で今例えばこれをカチッとクリックしてみたとしましょう。そうするとですね、この、あの9というところにこれが並ぶようになります。はい、今ねこの TED Radio Hour というのを聞いていて、でこれを聞き終わったらその次にこの、Two Guys on Your Head、 これをそのままあの聞くことができるわけですね。つまりそのスマートフォンでもいいし、あのこのパソコンでもいいんですけど、そこで、何もしなくてもここが終わったら、これが自動的に再生されるようになっています。はい、なので通勤とか、ね、運動中の時は、さっきのこれね、9ね、 Add to 9だったかな、それをたくさん押しておくといいと思います。はい、ではですね、ここからは皆さんに自分のポッドキャストを作るということをやってほしいと思います。ですね、まずあのここではね、一番簡単だと言われているアンカーを、例にしてやってみたいと思います。ご紹介してみます。はい、まずですね、ここに、サインアップカランって書いてありますね。はい、要するにサインアップします。このアンカーにサインアップするときはここをカチッとクリックするわけですね。でそうするとこういうふうにですね、あのアップナー、赤なら、あ、まあ基本的なあのあれを、あの情報を入力すればいいわけですね。ここはプラナーム、フルネーム入れるし、E メール入れるし、そのパスワードを入れるわけですね。で誕生日を入れてここにチェックして、最後のサインアップカランというのをクリックします。はい、でそれをですね、でもこれですぐにあの、アカウントできちゃいますの で、 でその次にやることはこれですね、ナヤエピソードというやつですね。でここで新しいエピソードをあのカチッとクリックします。でそしてその中でも、まあ、これはね、いろいろ音楽を入れたりするのはこちらの方ですけど、それはちょっとあの説明も時間がかかるので、今はここの、プランタ、アップロードの方ですね、すぐにイミディエイトアップロードという意味ですよね。すぐにアップロードできる、これをやってみたいと思います。でこれをやるともうすでに録音しているあの MP3 とかそういうオーディオファイルを、もうすぐにあのアップロードすることができます。はい、あれ、はい、はい、じゃあね、でもね、録音ってじゃあどうすればいいのって困っている人がいるかもしれませんね。はい、録音をあの一番、はいはい、まあ録音はもう何を使ってもいいです。スマートフォンでそういうアプリもあるかもしれませんし、 Chrome のパソコンの Chrome でもあのそういうことができます。あのそういうことをする、エクステンションね、それもたくさんあります。でもここでは一番簡単なのは Vocal だと思うので、あ、はいはい、この Vocal を使うと、とても、あの簡単なのでそれをちょっと紹介します。でもこれは何でもいいです。他のものでも何でもいいです。まずね、この Vocal の、ウェブサイトを開くと、もうこのボタンがありますから、これをカチッてクリックするんですね。でここでもう そして何でもいいですよ。皆さんこんにちはとか Hello World とかね、何でもいいので何か言って、その後にこの四角いボタンをカチッとクリックします。そしたらこういうボタンになるので、その後の保存して共有、このボタンを押すと、それをダウンロードすることができるようになります。はい、でこの後はですね、ちょっとこれ動かせるのかな、はいはい、これ邪魔、この辺行きましょうか。
はい、で、実際の自分のポッドキャストのショーを作って、エピソードも一つ録音してみたいと思います。あれ、動かないか、これ。はい、ここの、何をやるのか分からなくなっちゃうかもしれないので、そういう人は、このbit.ly/の30July2022、これ今日の日付なので、誰でも分かると、覚えやすいと思いますけど、はい、それを、Chrome のね、アドレスバーに入れると、この今日のこのスライドを見ることができます。はい、あるいはこれをスキャンするだけでも、このスライドを見ることができるので、何をすればいいか分からなくなったら、このスライドを見てください。はい、じゃあまずですね、そう。やってほしいのは、最初にアンカーで、アカウントを作るってことですね。でそしたら、そのアカウントができたら、その皆さんのアンカーのショーの、リンクを、ですね、ちょっとシェアしてほしいと思います。はい、でそして、録音はどれでもいいんですけど、どうやってもいいんですけど、まずもう やり方がわからない人は、このボカル、これで録音してみてください。何を言えばいいかわからない人は、Hello World、もうそれぐらいでもいいですね。はい、でそれをダウンロードして、それを今度はアンカーの方にアップロードします。はい、でアップロードできたら、そのエピソードのリンクを、シェアしてほしいと思っています。はい、じゃあ実際にどういうふうにやるか、この2番と5番で、そのシェアの方法がね、ちょっと説明していないので、それを、紹介しますね。まずアンカーのアカウントを作った後の、その自分のショーの、リンクを、それをどうやって探すかということです。はい、それはですね、ここのセッティングに行くんですね。まずもうこれアカウントを作った後の画面ですけど、でこのセッティングに行って、このねポッドキャスト機、ウプラブダータというページを開きますね。はい、だからカチッとクリックするとこういうページになります。はい、でこの下側のここのところに、この皆さんのポッドキャストのショーの、リンクがありますので、これをコピーして、それを、シェアしてほしいと思います。はい、でそれからアップロードした後に、その一つ一つ の, エピソードのシェア、エピソードのリンクをシェアするときは、今度はですね、ここの、エピソードっていうところですね、エピソードっていうところをカチッとクリックすると、ここにですね、皆さんがもう録音したエピソードがたくさん出てくると思います。もちろん最初は何もないと思いますけどね。はい、でも一つでもいいので、一つ録音してアップロードしたら、ここにそれが出てきます。でその右側に3つこういうふうに点々があるんですね。はい、でこれをカチッとクリックすると、こういうふうにたくさん、メニューが出てくるので、エピソードかパブリックリンクコピーからんと書いてありますね。はい、エピソードの、パブリック、リンクをコピーしますというふうに書いてあるので、これをクリックしますね。でそうすると、なんだっけ、クリップボードにそのコピーが入りますから、それを、Zoom の、ね、チャットボックスで、シェアして私に見せてください。はい、でそれからですね、もう そこまでができて、実際にそれをこのワークショップだけではなくて、皆さんの学習者の皆さんとか、あるいは世界中の人に聞いてもらうためには、それをその Google のポッドキャストに、Google のポッドキャストから、ディストリビュートね、配信するのがいいと思います。でそのために必要なのは、自分のね RSS フィードというのを知る必要があります。でそれを Google ポッドキャストに送って、その後ね5日間待たなければ いけません。5営業日ですね。はい、なのでまあ大体1週間ってことですよね。はい、1週間経つと、それが皆さんのポッドキャストが Google ポッドキャストでも聞けるようになります。はい、じゃあそのこの RSS フィードを見つけるにはどうすればいいかっていうと、またさっきみたいにこのセッティングですね。はい、このセッティングのところに行って、ポッドキャスト機アプラブドゥハータっていうところに行って、ここの、
これですね。これがその、さっきはね、これをシェアしてもらいましたけど、その下の方に RSS フィードがありますから、これをコピーカラーって書いてありますね。はい、コピーして、それを、Google の、Google ポッドキャストにサブミットする必要があります。はい、で、実際のですね、これ、あれ、ちょっと待ってね。はい、その Google ポッドキャストでの、サブミットする方法は、このリンクにあります。ですね、ありますので、ぜひこれを見ながら、やってみていただければと思います。はい、それでは今日のですね、このビデオはここまでになりますね。参加した人で、このね、参加した人はできれば、このリンクから今日のアンケートに答えていただければと思います。はい、それでは今日の私の勉強会はここまでになります。フィルミレンゲー。